この原発再稼働と、エネルギー問題でありますけれども、やはりこのエネルギーというのは非常に、日本の産業にとっても非常に大きな問題になります。今エネルギーコストがどんどん上がってきておりますので、やはりこのエネルギーの、問題というのは非常に大切で、それに対してはこの原発の再稼働になりますが、この原発の再稼働については基本的には認めるべきではないというように考えておりますが、一方で、今の日本のエネルギーの供給できる能力というものも非常に厳しいものがあります。で、昨年、東日本大震災起きた時は私も関東地方にその当時は住んでおりましたので、ちょうど臨番停電ということで、ちょうど私の自宅も停電をしないといけないという事態にも経験をいたしました。やはりその経済活動をものすごく停滞をさせてしまう、そういったリスクも非常にございますので、代替的なエネルギー、また再生可能なエネルギーのやはり新しい技術等の開発でどんどんそのウエイトは上げていかなきゃいけないとは思うんですけども、一時的な回避として、やはりその原子力規制委員会の厳しいルールを設けた上で、その本当に厳しいルールをしっかりと適用した上で、またその地元住民の、また地元の本当に理解を得た上で、一部の原発の再稼働はやむを得ない事態、再稼働自体を認めること自体がやむを得ない状況もあり得るのかなというような理解をしております。